はい、皆さんこんにちは。今日はポルシェ911彼らの中古車市場動向調査、2024年5月調査関東エリア版のお時間でございます。はい、お待たせしました。はい、中に入る前にね、チャンネル登録をお願いします。ではトピックスに行きますね。はい、ではね、今月のトピックスなんですけれども、今月は2つだけですね。はい、1つ目が997の前期後期ですね。はい、2つ目が996の後期になっています。はい、中古車価格の推移グラフに入る前に基本的なデータの説明を毎回しています。はい、開始は2016年の1月1から終了が2024年の5月31日までのデータが入っています。はい、入っているものはね、すべてベースのカメラ、その彼らになっていて、参照元は皆さんが見ているようなカーセンサーとか一般の媒体のものを私がね、目視してこのデータの中に入れ込んでいるものになっています。一点注意点としてですね、2023年の10月から始まっている、総額表示の義務付けですけれども、このデータの中に入っているものはすべて本体額の方で入っていますので、その点だけ注意してみてください。では中古車価格の推移グラフに行きます。はい、ではね、中古車価格の推移グラフを見ていこうと思いますね。まずここではね、グラフの説明を毎回しているんですが、縦軸は価格です。横軸はね、1ヶ月ごとの変動が分かるようになっていて、各タイプごとにね、色付けしてあります。ではまずね、上昇したもの、変動がなかったものを見ていくんですが、今月は上昇したものが3つありましたと。で、997の前期後期と996の後期、この3つね、トピックスに入っていたこの3つですね、こちらが上昇という形になっていました。はい、ピンクのね、一番上の線が997の後期、それから真ん中の紫の線が997の前期ですね、一番下の黄色い線が996の後期になっています。はい、要因等についてはね、次のね、タイプ別のところで細かく解説していくんですが、まず上昇したものね、3つあったよというところなんですが、他はね、変動がなかったんですが、一応念のため見ておくんですが、他はね、変動なしということになっています。はい、一応見るんですけどね、他のタイプ変動なくという感じですね。先月4月からね、変動がないです。ただね、在庫数のところで変動があるので、ハンドルミッション在庫数のところね、後で解説しておこうと思います。はい、でもね、タイプ別に細かく見ていくんですが、今見ていただいたグラフに、左と右でちょっとバリエーションを変えて表現してあります。左の方がね、傾向線といってトレンドラインを載せてあるものは左側です。右側はね、これ外すと出てくるんですが、過去の中古車価格をもとに1年ちょい先の中古車価格を機械計算で予測するみたいなのがこの辺になっています。この辺はね、正しいとか正しくないとかは度外視してね、あくまで参考で見ていただきたいという箇所になっていますので、よろしくお願いします。ではタイプ別に細かく見ていこうと思います。はい、992の前期型から見ていこうと思います。はい、5月ね、今月は2598万の21000キロということで、4月から変動ないですね、同じ個体になってます。こちら最低ラインにありましたと。で、今月5月の28日に992の後期型がね、デビューしましたねと。ただまだ数日しか経ってないので、中古車市場には影響をまだ出てないですと。はい、在庫の状況についてもね、先月18台あったんですけど、今月19台ということで、まあ1台ね、増えたっていう感じにはなってますけど、まあ、在庫や、最低ラインに、まだ影響が出てないという感じですね。まあ、出始めるのがね、まあ3ヶ月とか半年ぐらいしてからだと思うんですけどね、まだ出てないかなというところですね。はい、はい、ではね、991シリーズを見ていこうと思います。こちらね、今月トピックスに入ってなかったので変動してないんですが、一応見ておこうと思います。赤い線が991の後期ターボチャージカイラで、変動なくですね、最低ライン849万の9万3000キロですね。はい、その下のオレンジの線が最終 NA ね、991の前期になります。こちらも変動なくで710万の9万4000キロが最低ラインにありますと。はい、で、後期のね、ターボチャージ回路については在庫数がですね、15台から11台に減ってはいるんですけど、まだね、10台、あるんで、まだ余裕があるかなという状況なんですが、前期の方ね、最終 NA の方については先月9台あったんですけど、今月7台ね、まで減少していますよと。はい、
でこのね最低ラインにある710万9万4000キロ、ね、700万台って言ってもね、もうこれともう1台748っていうのがあるんですけど、もう2台しかないですね。で800万台が1台あって、その月もう1000万ですよと。なので、1000万台ですかね、ここですかねに戻ってくるのは意外に早いんじゃないかなっていうところですね。在庫がね圧縮されてきてるので、まあ、大体在庫がね、上の方ね、この辺の1000万以上のやつが大体消えていって、最低ラインのところだけ残って一気に上がるっていうのがいつものパターンなんですけれども、それがあと 2,3 ヶ月で来そうな感じはしてますけどね。はい、992のね、後期が、NA ね、自然吸気に戻るんじゃないかっていうね、まあ噂はありましたけど、今回のデビューですね、ないという形に確定しましたので、最終 NA ね、自然吸気のモデルのね、991の前期が注目されるというのは必然かなというところですね。はい、ではね、997シリーズを見ていこうと思います。今月トピックスにも入っていましたが、前期後期ともにね、上昇していますね。まずピンク色の線ね、後期から見ていくんですけれども、先月4月は570万の9万3000キロですね。こちらの答え売れたので、689万の4万8000キロというところまで上がってきています。こちら689万というのはね、過去最高高値ではなくてね、過去最高高値は2016年の3月4月ね、700万というところが最高高値なんで、最低ラインのね、まあ、そこは超えていないんだけど、まあもう近いよねっていうところまで上がってきてると。はい、で在庫数は先月と変わらずで5台なんですけれども、600万台が2台で700万台が1台で800万台が2台ということで、ね、600万台700万台、含めて3台しかないんでね、その辺売れちゃうとすぐ800万台に上がってくるよっていうのが997の後期になります。で、紫色の線が997の前期になりますが、こちらはね、先月399万の7万キロという個体がありましたね、赤いやつね。これ売れたので、487万の8万8000キロということでね、中間になったやつも全部売れてるのでね、一気にまたね、戻ってきたと。これは過去最高高値のところですね。去年の12月に、ね、一気に上がっていったね、487と同じラインまで戻ってきたというところですね。で在庫数についてですね、先月13台あったんですけど、5台減って8台まで減少していると。でこのね、一気に5台売れるっていうのは、まあ、海外勢の方たち入ってるねっていう動きですね、これね。まあ、為替変動もね、5月については2回ほどね大きく変動がありましたので、まあ、そのタイミングで入ったのかなっていうところですね。一応参考に、ね、Google ファイナンス見ていこうと思います。はい、ではね、Google ファイナンスから主要通貨の3つの通貨の為替変動を見ていこうと思います。はい、こちら今ね、年初来の1月1日から6月2日までの期間で表示してあります。通貨は3つですね。US ドル、ドル円ですね。が一番上、青い線ですね。で、真ん中の薄い青がポンド円ですね。はい、で一番下の黄色い線がユーロ円になってます。で5月なんですけど、5月は月初の5月1、2、3あたりが円高に触れていくという局面がありました。はい、でそこで中旬にかけてまた円安に触れていくんですけれども、5月の14、5、6でまたね円高に触れていくという谷ができるという、この2つのポイントがね、為替変動が大きかったので、ここのポイントで海外人の方たちが入ってきたんではないかなと思われますと。はい、円安ね、157円まで進行していますが、一体どこまで続くんでしょうか。はい、ではね、996シリーズを見ていこうと思います。今月トピックスに入っていたのは996の後期ね、黄色い線になるんですけれども、こちらはね、先月4月が315万の14万7000キロですね。こちらの個体が売れたので、382万の5万6000キロね、こちらの個体にね、中旬ぐらいに出てきましたね。はい、ということで、この個体が出る前は450ぐらいだったんですけど、まあ、そこに行かずなんですが、382ということで、こちらがね、実は過去最高高値なんですよ、2016年からね。で前回はね、過去最高高値は今年の1月2月ね、360だったんですけど、そこから20万ぐらいね、上がって382というところまで到達してきてると。でね、
前期のね緑色の線なんですけど、こちらはね先月ね、過去最高高値ね288万ということですね。まあ、今月変動ないんですけどね、ということで過去最高高値ね更新してましたけど、今月は後期がね、来たよということで、前期後期合わせてね、更新かかってるっていう感じですね。まあ、そこから買ってきてるよっていうところですかね、996ね。はい、はい、ではね最後に空冷の964と993を見ていこうと思います。はい、今月トピックスには入れてなかったんですけれども、今ね濃い青が964ですね、で薄い青が993で重なっているんですが、964についてはね先月過去最高高値の1450の6万7000キロですね、こちらの答え売れてないんで変わってないんですけれども、はい、ここから変わりないですねと。まあ、大体急上昇したら下がるっていうのがあるんですけど、それもないっていう感じですね、96についてはね。で993の方についても最低ラインの750万の9万5000キロが変わりがないというところですね。ただしですね在庫状況が変わっていまして、はい、後でもねハンドルミッション在庫数の方でも説明するんですが、在庫数ね993の前期の方でね在庫が増えたんですよ。993の前期はね先月8台だったんですけど、そこからプラス5台の13台まで増えましたと。まあ、これはね、この964のね一気の上昇したっていうところを、まあ、見ていた993のオーナーさんがね、まあ、そろそろ手放すかというところで手放された方が多かったんじゃないかなっていう感じはするんですけどね。はい、で、まあ、993もね、ここで964に引きずられてくることにはなると思うんですけど、はい、まだ最低ラインのところね750が売れてないんですが、これがいつ売れるかっていうところですね。この750の上に800が1台あって、それが売れちゃうと、もう売れるとね、まあ、1000万台に戻ってきますから、まああと数ヶ月では戻ってくるんじゃないかなっていう気がしますけどね。はい、でもね、タイペツのツイマップを見ていこうと思います。こちらもね、グラフの説明を毎回しているんですが、3つのグラフを用いて解説していきます。まずこの棒グラフは何を見ているかというと、新しいタイプから古いタイプに行くに従って価格が安くなっていくんですが、ここに空冷がいるんで空冷プレミアムで高いなっていうのが分かるのがこの棒グラフになっています。でこの棒グラフのない一番上、てっぺんが最高価格で赤い線入っているところが最低価格になっています。なので最高と最低の開きがどのくらい出ているのかなっていうのも分かるのがこの棒グラフになっています。でこの、ね、赤い線ね、最低ラインのところで並べ替えているのはお隣にあるツリーマップというやつで、濃い赤から薄い赤に行くに従って価格が安くなってきます。はい、で下にあるねこの丸っこいのは何を向いているかというと、縦軸平均走行距離で横軸平均価格、各タイプごとにねサンプルっぽく作ってあるのがこのおまけのグラフになっています。で今月の変動なんですが、964の後期ね、こちら先月と同じなんですけれども変動が発生していまして、で先月マニュアルの、ね、個体で1780というのがあったんですけど、こちらが売れたので、代わりに出てきたティプトルの個体が1890ということですね。まあ、100万ぐらいまた上がったというところですね。でこれはねお隣にある964の前期のね最高額、一番上にある2780万のマニュアルの2万キロ台という個体があるんですけど、こちらに引きずられ続けてるという感じですね。はい、で今月はツリーマップにも変動があってですね、ここ、993の後期ですね、こちらが1030まで下がりましたんで、こちらがランクダウンという形になってますね。はい、この個体7万9000キロなんでね、走行距離的に言うとそうでもないんですけど、ちょっといじっちゃってたねっていうところがあって価格が安くなってるっていうところですかね。はい、で最後にね、マニュアルの個体なんですが、見たいという方いらっしゃるんで、今ね、TIP PDK マニュアル一色単になってるんですが、マニュアルだけに絞るとこんな感じになります。はい、今月ね、964の後期がね、消えました。はい、一つタイプ消えましたね。はい、各タイプごとでね、残ったやつ見ていくんですが、まず991の前期ね、こちら1台だけですが、1090。はい、997の前期3台あって、一番上が730で下が698、はい、996の後期も1台だけ435万2000ですね。はい、で996の前期も1台だけ390万、はい、クーレに入って993の前期も、あ、じゃあ後期かもう1台だけですね。
1650で、993の前期が2台で、一番上が1660で、下が1497万で、964の前期が4台あって、一番上が2780万の下、一番下が1650ということで、今月は964の後期が消滅しましたと。来月もですね、どっかのタイプが消えていくことになるかなと思いますが、はい、もうね、生存確認という感じですかね。もう、はい。はい、ではね、ハンドルミッション在庫数を見ていこうと思います。こちらもグラフの説明を毎回していますが、上と下で表現しているものが違います。上は右左ハンドルの色分けで、黄色いのが右ハンドル、緑が左ハンドルなんで、古いタイプはね、左ハンドルが多いっていうのが分かるのが上です。で、下はミッションの色分けです。TPDK マニュアルね。で、赤がマニュアルね。で、青が TPDK になっています。で、このね、丸の大きさがね、在庫数の大きさを示しているんですが、丸の真ん中に在庫の数を入れてあるのが下になっています。で、今月の変動なんですけれども、一番多い在庫数は992の前期で変わらずなんですけれども、その他の水冷モデルは減少ですね。で、一番大きい在庫数の減少を示したのが997の前期ですね。こちらが、先月13台から8台ということで、マイナス5ですね。一番大きく減ったと。で、次に減ったのが992の後期ターボチャージカーで、こちらが先月15台あったんですけど、11台ということで、4台減少と言いますね。他は2台とか1台とか減少していますよと。で、空冷なんですが、こちら993と964なんですけれども、ここでカウントしているのは価格開示されている個体ね、しかカウントしていません。なので、アスクとかを含めるともうちょいあるんですけど、ここでは価格開示されているものしかカウントしていません。で、空冷についてはですね、増えたんですよね。まず993の後期はプラス1台ね、4台から5台で、993の前期については8台から13台ということで5台一気に増えたと。で、964の後期だけね、変わらずなんですけど、964の前期についてはね、4台から6台ということでプラス2台ということでね、まあ、これね、964の前期のね、価格上昇ね、最低ラインの引き上がりっていう感じですかね、ところがまあ影響してるんだなと思うので、全体に空冷に、ね、波及してるっていう感じかな。はい。はい、ではね、最後にエリア別の在庫状況を見ていこうと思います。こちら最後のお楽しみで見ていますが、一番売れたタイプ、トップ5見ていこうと思いますよ。一番売れたのは992の前期ね、10台。で、2位が991の後期ターボチャージカイラ8台ですね。で、3位に991の前期、最終 NA ですね、こちら7台。で、4位ね、997の前期で6台。で、5位に997の後期で4台になってましたね。あとは2台とか1台ですね。はい。で、エリアなんですが、一番売れたエリアは東京ですね。不動変わらないです。14台ですね。で、2位に神奈川で10台ですね。3位に千葉の9台。で、4位に埼玉の8台か。売ってたという状況ですね。で、まあ、いつものパターンに戻ってますけれども、まあでも、埼玉と千葉ね、神奈川に対して1台とか2台なんでね、差がね、ほとんど差ないよね、みたいな言っても過言じゃないかなと。もう一声、もう一頑張りすればね、神奈川引きずり落とせるんじゃないかなっていうところですから、なんで、引き続きね、頑張っていただきたいなと思いますね。はい。ではね、ポルシェ911カイラ中古車市場動向調査、2024年の5月調査、関東エリア版でした。はい、面白かったと思う方はね、グッドボタンと高評価ボタンでアクションしていただいて、チャンネル登録まだの方はね、ぜひともチャンネル登録をしていってください。以上です。